さあ今回もグラデーターギルドマネージャー遊んでいきましょう。さあ前回はね、このネクロマンサーを使ってこの死者を蘇らせるで倒した敵を味方にしていくと。10対10なら使えそうだね。ただいないんでちょっと待ってもらってと。この知力分のレベルで復活するんで、ちょっと知力の装備品を与えれたらめっちゃ強くなるんじゃないかなっていうところで、買いたいですね。知力の装備品がないですね。体力か。シンプル体力でもいいな。買おう。これは？買おう。前回ね、赤字になってもね、ゲーム部分にならなかったんで、短期ではいいのかなと。赤字はね。あ、これ体力3350になりましたので、非常に強力な盾として、これからね、使えていけるだろうと。これ分からんな。変えとくか。売ろ。じゃあ、右やりますか。新しいトロールを雇うというところで。45。強くなってないか、トロール。ちょっと待って。あれじゃ、ストーリーというか展開的なものなんですけど。結構やられてるんでね。進めましょう。ってなると、10対10。全然2、4、6、6体しかいない。一応、こっちか。復活はできるはできるんだけど。剣闘士の力が下がるか。An important associate of mine will arrive soon.これならいいんじゃない？ 6 体。 6体はいるわ。 6体はいるわ。 I believe they aim to assassinate him. Intercept and eliminate them. これ報酬選べるから、こいつ復活させよう。さあ大規模な、じゃあね、大事な仲間がもうすぐ到着するんですが、橋の上で盗賊団が待ち構えているよと。任せてくださいよ。弱そうだね。裏切らしてね、我々の仲間にしてあげましょうよ。これ狙われちゃうから、こういう感じね。で、知力を上げまして、裏切りのレベルを高くと。動かないとか欲しいよね。この守備的フォーメーション。OK。これ復活、これ復活します。これね、敵の全員がちょっと崩れてるんでいいかなと。まあ、城を裏切らせるっていうのも一つ手ですけどね。よーしよしよし、橋はもう大丈夫でしょうと。知力20、あーと速さか。19とスタミナ、こっちかな。スタミナいりますかね、ネクロマンサーに。まあ、使うとは思うんですけど、だってそんな、これクールダウンというか、あー 8.5 か、無理だよね。その間にスタミナも溜まってると思うし。で、この鉄山からのアンデッド2が結構大変で強いんですよね。またか。また別パターン、ね。うん。まあこれがじゃあこの王国の軍なのかな。まあ一応なんかバランスを取ってやってるらしいんですけど、全てにね。参戦していっていますけども、まあやるか。レベル上がるんでね。こいつはね、もう1760しかないけどね、攻撃力高くて守備も584あるから、だいぶ硬くいけるかなと。スタミナがもっとあれば、ね、クールダウン短いから守れたりするんですかね。あと3体のネクロマンサー1体で、だこれ4人、あ、こいつ持ってくるか。これバフだね。イビロエーター。味方にバフ与えたり、スタミナ回復したり。なんでまあこの4人か、主には。こんな感じで、ちょっと。こうだな。あの前2人で多分いけると思うんで。いいよ。やば、めっちゃ食らうな。あー、やべ、いって強い、そんな威力あんの。あー、で、バフのせいか。あんな簡単に死なないと思うからね。特に弓の方、あー、でも、体力が低いか。うん、
いや、やってくれたね、あいつね。力。そう、おばあさんとか、ちょっと農民系しかもういなくなっちゃった。あ、ウルフ復活。これやりたいけどな。戦力が整わないですね。ネクマさん、12日。さあ、もうじき割引が来ますけども、更新は更新はいつ？自分でしろってことかな。こいつね、デバフついてるんで、いらないんですね。あ、てか、ヒーラーいる、ヒーラー。速さ関係ないでしょ。回復は知力。シールドも知力。すべて知力で31。こっちは36。スタミナ剣闘士に1知力を与えます。各30最大スタミナは、え、何それ30ごとに上がるってこと？こいつ高いか？あ、高い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 。ってことは、スタミナが知力与えてますね。40% オフしかし、これは買おう。さっき言ったヒーラー剣、これ盾が強いんだよね、シールド。クルダウンがあれば私がつけれるから。うわ、どうしよっか。じゃあ氷外すか。これ外そう。意味はいらない。彼の力に期待してないですから。あとは、こいつね。ピュリファイヤー。ピュリファイヤー、いやー、もういいか。下げよう、下げよう。こいつこそ守んないといけないからね。ただ、ガスにしても。が消えちゃいましたね。10対10いけるか。ネクロマンサー弓なしか。だもう試合やるんですよね。ちょっとその後にしよう。これあげらんないってか。そう、あげられるよね。復活レベルごとに 0.4 下がるから、ちょっと早くなるんでしょ。あ、よりユニットかな。上がりやすくってのありですよね。キャラクターが分散してるからね、あんまり誰がっていうのがないんですよね。ただ、装備品で言えば、まあ、ネクロマンサーと騎士だけ多めで、あとは、狼もそうか。多くにもっとつけるべきかなっていうのは思うよね。あと、ま、弓もそうですかね。ここちょっと上げとくか。いや、そいつ持ってないのよ。持ってないやつ上げてもしょうがないかなと。よし。これ、給料払えない頃だと。やばい、破綻する。多分300はいくんじゃないかな。ここでこの多くを売るわけですね。あ、装備品の価値こう含まれてんだ。だこいつを売っちゃうと。売りたいのか、はい。よし。これ給料はね、賄えるかなと思います。天才スペルカスターの復讐。私たちが家族を殺し、を誘拐して死者の教会に連れて行った農家の少年を覚えていますかと。知らない、そんなものは。やっちゃった？え、そんなやりちゃった？やりちゃった？噛んでるみたいになってるけど。We did. まずい。Well, easy for revenge. Although I have managed to bargain. 金、いやいや、こう戦おう戦おう。ネクロマンサーこれ100なんで10レベル復活。その大したことはないと。弓が痛そうだね。OK。幸福には力で抗おう。力には力を。こいつもあるこいつ弓だな弓裏狙い行く裏狙い狼裏狙い行こうオッケーオッケーオッケーうーんオーク大したことないでしょこれ184前に指導つけてもらえればこいつにつけてくれれば耐えれるからあとは頑張ってほしいねそっちにつけたのかまあいいけどやばい復活させられてあやばいナイスナイスナイス勝てえなあの、ネクロマンサーオッケーオオカミがやられたくらいかなあと
また彼の上にいくつかの彼が見つかった。1169。彼はそれを求めた。でもお金。上がりまして、彼はもう盾でしかないんでね。よし。で、バーサーカー火力、スタミナ。696か、あんまりだね。ちょっと、持ち上げたいかな。上げたいかな。狼がやられたくないか。オッケーオッケー。まあ、賃金払った後でね、装備品買えばいいかなと。いよいよ。ちょっと鉄の町攻めてみるか。弓復活しないこれ多分。するでしょ。狼ってのは全然、ね、安いもんですよ。ちょっとここで、買いましてと。弓の強化。健康上げるで、この子の体力上げるか、底上げしよう。ここで410でしょ。こっちだよね。1130ならまあ耐えると思うんで、ピュリファイアンちょっとこれ上げて、スタミナを330押し上げ、あー、これも上げたいね。はー、いいのあんね。570ヘルス。お、これは20ポイント。あ、磁力系もいいね。これ、それこそ、この、回復値、まあまあ値曲がるし。ヒーラー2体欲しい感はあるけど。これを前に上げてね。戦いはしないから、体力4000あるから、なかなかいない4000なんでね。これ敵ビビるでしょ。なんだあいつはと。さあ、これ行きましょう。スキップするってなんだね、チャンピオンシップね。まあ、ボロボロだったらありか。農場に行った方がいいよね、そういう場合でもね。すべての剣と支配数は減少されるということで。おー。オッケー。出た、さっきのネクロマンサーじゃないの。12レベル復活ね。これは重いな。この遠距離が強いんだよ、普通に。これ、435。レベル、ね、全然高くないですけど、軽く高いから。魔法使いのが低いんだよね。そう、このクロスボウより。って考えると、これも結構論外だね。これ全部論外じゃね遠距離が死ぬな、これ出すと。どれやっても。近接バチバチで行ってみるか。安牌真ん中が楽や、左が楽かな。左行ってみよう。サイドアタッカー、両方出すか。で、これ誰に食ってかかるんだろう、敵は。こうなると。とにかく前世たち。前衛たち。ああ、前衛に来るんだ。あっち、それ。オッケー、危ない。誰かが火で死ぬ前に耐え切った。オッケー、オッケー。被害はなし。うわ、20レベルは何ダメージ ?894。重い。また裏狙いだけだね。裏狙いは裏がいなければ前衛普通狙ってくるから、中衛狙うとかないのか。早い敵とかね。シールドマンが2人いるか。これ結構前衛きついし、銃も撃ってくるし、バーストもあるから、左が一番楽だね。右だと硬そうだよな。ただ遠距、あ、でも遠距離狙いもいいのか、ハンターが。右行ってみよう。硬いけど、突破できればいいんでしょ、だって。だから裏狙いを置いて、あいつに殺されそうな気がする、バーサーカーに。それだけがちょっと怖いかな。この守備、あ、でも12回打って、そんな待って、強くね、前衛も。レベルがそんな勝ってないっていうね。火力はさ、全然勝ってるんですけど、ここで見てこれ勝てるかな。前衛足りてないもんね、まず。んー、いけると信じるか。いやー、きつそうだけど、一人倒して復活させて、
まあそれ最悪味方でも、そっか味方だと弱いか。70、いやもうフルであげよう力。お前頼んだ、バーサーカー頼んだ、お前がワントップでいけいけ、これやって負けそう。いよいよいよ、回復どんぐらい、回復回復、アサシンを、おお、アサシンが死んだ、ナイス、今復活え、どういう状態、どういう状態、あ、アサシンが、あー、やっぱ死んでるわ復活したんでね、復活者マーだったから言えるのかなと思ったけど、そうではなかったね。うーん、カーレアでも結構強くなってきたね。ネクロマンサー知力でしょこいつに体力系のものあげたいね。さあ、まあ、遠距離殺しがやられてったね。まあまあ、これよくある展開。お、真ん中面白そうだな。こっちかな、マナーサッチの方がなんか強いね。いない、いないんだが、まあ、あれ分かんなかったっけ、あれ待ってね、あ、強す、あ、まあでもでもでも全然ね、ちょうどいいかなと。あ、こんな出せるんだ、こんないんですね。あ、いや、引きで見たら、そういうこと、左右にいたんだ。あ、やられた、意味が、いや、きつい、こう転ばされる。蘇生ナイス、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 いいよ、逃がして、一体ずつ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 、よし、硬い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 、いけるいける、全然いける、全然いける、全然いけるよ。復活は時間あれば何回もできるね。あー、どうしよっかな。バーサーカーでも早めにやられたんだろうね、下下行ったかな、そんな感じだと思うんですけど、弓はいいか、最悪。ちょっと、で、序盤エース感あったけど。で、火力で言ったら全然まだね、そんな落ちてないけど、クロスボウとかの方が強いよね。30レベルネクロマンサーか。あの、さっきより弱くなっている、ここが楽かなと。やっぱちょい強はいって入るようになってきたね。パイロマンサー16はちょっと重いか。バフいるから、とね。メインセンサー19上げるってあるんで、19上がった場合の魔法使いの火力多分尋常じゃないと思うんですよ、さすがにね。うーん、右も行けなくはないけど、バフ、まあバフが低いから挑むということはできるね。後ろ狙いも1人いるし、1人なんでやねん、ただね、何人それが反応するかで、敵が7体か、3、4、5、6、7、あー、ちょうどいいね。さあ、これ同レベルなら絶対負けない二人組がいて、彼らがもうメインで上げていくと。で、ちょっと固めに行って、後ろで行ったね。あと一人。あ、君ね。こいつをちょっとおとりに攻めていくと。倒して、倒して、あー、足りない。よいしょ、おっと。なんか、いよいよよ。いよいよ復活したナイトが攻め込んでいる、ナイス、熱い、ただやばい、ちょっと倒して倒して、ナイススタミナがなくてよかったね、今ね。魔法を使い、今こうど真ん中に打ってきそうでしたけど、オッケー、確実に減っている。さあ、一応ね、盾キャラも死んでと。君はもうね、これでしょ、スタミナもちょっと欲しいかな。スタミナ及び知力で、どんどんこのヒール能力。縦、あ、いいね、666。悪魔の数字。ちょっときついな、楽な試合いっときますか、ここで。5体、まあいい、5体でも全然。あ、これ遠距離多めのやつね。オッケー、いいよいいよ。じゃあ、近距離がいいね。
あー、そっか、死にまくってるもんな。言って8レベルがいるから痛いね。3人で行くか3人で行くか、まあ、増やすか。お前か、間違えた。こっちこっち。よし、ナイスナイス。でも後ろ狙うかな、荒れるか。よいよいよ、やってやってて、ナイス。あー、死んでる、アサシンが。なんで死んだ今、アサシン撃たれたかな。アサシン系がやっぱ狙われるね、どうしても負荷を多いするから。いや、全員これが一番楽そうで。パイロか、パイロならいけるな。正面からちょっと、正面から勝ち合ったろ。こうよ。で、多分、後ろ狙ってこないと思うんで、ピューリファイヤーでちょっと処理する感じかな。縦回復でもいいかもね。多分狙ってこないでしょ。上が大丈夫かな。で回復してもらって、ナイスナイスナイス。やっぱこういうね、範囲系魔法使いは全員狙ってくるから、そこは誘導できるね。4000に上がっちゃう。ちょっと伸びが鈍化してきたな。4000しかないですね。3000回高いですけど、それでも。これは1人強いクロスボウがいる。804ダメージ。ちょっと近距離が少なすぎるか。右の方が多分楽かな。ここで言うと、あれ、ボタン、なるほど、人数か。もう総力戦で行こう。作戦変更、総力戦です。あ、こう入れ替えようか。弓を誰が倒すのか。いいおばあちゃん。そう、おばあちゃん持ってあげてくれ。ナイス。あ、おばあちゃん死んだ。復活が多いか。こっちも復活。いけ、プリファイヤー遅い。プリファイヤー遅い。範囲が広いね。ナイス。こっちのためがあるな。次、ラスト。これはピューリファイたちを殺しに行くか。真ん中じゃない、これ。5体。まあ、ベース5体でいけんじゃないですかね。ヒーラーズ多分撃ってくるしな、どうせ。アマソー行きますか、アマソー。いやー、結構前線で苦戦しますね。オッケーオッケー。いや、スタミナ多いからいい。全然使える、全然使える。スタミナが困んねえ。体力も上げてるんで、ヒーラー2人持っといて、近接もっと増やしてっていうのもありかもね。いや、クリアしましたとはいえ。ナイスナイス。さあ、今回かなり戦いでしたね。ちょっと人数も足りてないかなと。あとは、やっぱキャラかぶりが少ないんでね。そこで幅が持たせれてないかなと。特にこの飛び出し系キャラがね、2種類しかいないから、まあ、変えらんないんだ。あ、死んでると無理なんだね。まあ、アサシン狼以外のなんか獲得するか、ちょっとまあ、それか増やすか。で、このメインスキャラが結構強かったね。普通にオーク的な感じで、メイン技かな。ノックバックか、ショックか。あれがあるから、この、ノックダウンか。普通に前衛としてありですね。で、あとはもうちょっと一旦アイテムで底上げしてもいいかなと、普通に。体力はちょっと一個つけよう、何かしらね。体力系アイテム。
ちょっと持つだけでもだいぶ違うからね。そこが欲しいけど、まあ、そんなにでも売ってもないよと。まあ、全員にうまくあげれてるかっていうと微妙だし、まあ、そこそこのね、海女さんは1人1つ回復じゃ体力つけただけでだいぶ耐えていたんで、まあ、連続攻撃はきついけども、この初期の440とか、これよりはマシだなと。ちょ、ベースの体力もうちょっと上げましょう。てか、軽くあってもね、死んでしまえば意味がないと。ちょ、いい感じで上げていきますと。よしよしよし。いやー、ちょっと危なかったですけどね。これまた続けていきましょう。まずちょっとこの10対10とかいけるように、層厚くしないといけないね。だから給料が増えるから、そこがちょっと難しいんだろうね。